皆さんこんにちは。今回の件、正直動画にするのか悩みました。いろいろ言われるのかなとか、タブーなのかなとか、いろいろ考えたけど、冷静になってみると、いやちょっと待てよ。ここまでね、僕たちに影響、良くも悪くも影響を与えた人物が、一瞬にしてこの世から姿を消してしまった。こんなことね、語らずにはいられないですよね。むしろ語らない方がおかしいと思って、こうやって僕が紹介することによって、みんなの理解度がね、少しずつ深まっていって、みんなで世の中のこととかいろいろ考えられるようになると、まあいい世の中に繋がるのかなと思って、今回、動画にすることにしました。ただ今回の事件はもちろんね、現在進行形で毎日ニュースでね、いろんなことが更新されていっているので、まだね、古かった情報だったり間違った情報があったらすみません。今回の事件何のこっちゃ分からない方、とりあえずこの動画を見たらある程度ね、まとめているので全貌が見えてくるかと思います。第26回参議院選挙を2日後に控えた2022年7月8日、奈良市内で街頭演説中だった安倍晋三元首相が銃撃される事件が発生しました。安倍元首相は意識を失い心肺停止の状態で奈良県立医科大学附属病院に緊急搬送。銃撃犯はその場で取り押さえられ、殺人未遂の現行犯で逮捕されました。搬送先では医療関係者による懸命な治療が行われましたが、生還を祈る声も虚しく、同日の17時3分に死亡が確認。享年67歳でした。政治家としては早すぎる死になってしまいましたよね。しかも歴代最長記録を持つ安倍さん、みんなの記憶にだいぶ残ったんじゃないでしょうか。安倍元総理といえば、先祖代々続く優秀な政治家一族の家系で、祖父は日米保障条約を改定したことで有名な岸信介元総理大臣、父親は自民党幹事や外務大臣を歴任した安倍晋太郎という政界のサラブレッド。大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の3本の矢によるアベノミクスっていうのがだいぶ印象的でした。在任期間中には176もの国と地域を訪問し、平成28年になる G7 伊勢志摩サミット、令和元年には日本では初となる G20 大阪サミットを開催します。活躍の一方で、森友学園をめぐる財務省の決裁文書の改ざん問題や加計学園の問題、2つ合わせて森かけ問題なんて呼ばれ、また桜を見る会の対応についても野党から追及が続き、自民党内からも長期政権によるおごりや歪みの象徴だとの指摘が出るほどに。令和2年8月には総理大臣を辞任しますが、その後は自民党内最大閥の安倍派の会長に就任し、外交や安全保障政策、積極財政の必要性について発言するなど政治活動を行っていました。そして事件が起こった2022年7月8日、安倍元首相は長野県選挙区で立候補した自由民主党公認松山三四郎の応援演説を行うため、7月8日に長野県へ向かうことになっていましたが、松山さんの女性問題や金銭問題が報道されたことにより応援演説は取りやめに。その代わりに奈良県選挙区で立候補した佐藤圭英の応援街頭演説が決定し、演説会のスケジュールは随時ウェブサイトで公表されていました。近鉄大和西大寺駅北口、午前11時29分頃演説開始。演説会は駅から50メートルほど離れた車道中央のガードレールで囲まれた箇所で行われ、聴衆の整理のためにスタッフ15名を配備。警備においてはガードレール内には警視庁の SP1 人を含む4人の警察官が警備に当たっていました。安倍さんは演説台の上で駅のロータリーを背に応援演説をしていましたが、演説開始から1分40秒が過ぎ、安倍さんの真後ろにいた選挙スタッフ1人が脇から安倍さんをカメラで撮影するために右の方に移動しました。これにより安倍元首相の後ろに約 2.5 メートルのスペースができます。そして演説開始から2分26秒、男は左右を確認することなく車道を横断し、センターラインを越えたあたりで立ち止まります。このタイミングで後方を担当していた警察官は台車を押して横切る男性の姿に気を取られており、男の姿には気づきません。男はそこで黒いカバンから手製の拳銃を取り出し、一発目を発砲。爆発音のような大きな音とともに白煙が上がりますが、銃弾は誰にも当たりません。そこから 2.6 秒後、先ほどより2メートル安倍さんに近づいた状態で2発目を発砲。警護2人が間に入って防ごうとしましたが、間に合わず安倍元首相はその場で倒れ込み、心肺停止の状態になります。銃撃犯はその場で取り押さえられ、11時32分に殺人未遂の現行犯で逮捕。その後医療関係者による懸命な治療が行われましたが、17時3分に死亡が確認されます。安倍晋三氏は享年67歳でした。
突然飛び込んできたニュースに本当びっくりしましたよね。まさかと。ね、何が起きたのかわからないまま、時がね、進むにつれ、どんどん情報が公開されていって、ことの重大さにね、気づかされた感じ。そして真っ先にみんな頭に浮かんだのがおそらく、何が起こったのという。警察が9日未明にかけて行った司法解剖の結果、死因は2発目に放たれた銃弾が左右の鎖骨の下の動脈を傷つけたことによる、失血死だったことがわかりました。搬送先の奈良県立医科大附属病院で治療に当たった福島秀忠教授によると、銃創は正面の首のほぼ中央部分と5センチほど右側の2箇所にあり、体内に2発の銃弾が入ったと推測。心臓の壁に穴が開いており、また左肩の前部にも傷があったとのことです。ただ手術している時には弾丸は見つかっていません。その後、奈良県警は安倍晋三元首相の司法解剖結果を発表。致命的になったのは左上腕から入った銃弾1発で、左右の鎖骨下にある動脈を傷つけたといいます。また首にあった別の傷については銃弾によるものなのかわからないとのことです。解剖の結果を解釈すると、左上腕から銃弾が入り、その際に心臓と肋骨下にある動脈を損傷、銃弾はその後上方向に軌道を変え首から抜けていったと。え、銃弾って曲がるの？と思った方、銃弾がね、体内に入ると骨とか内臓とか肉があるじゃないですか、まあ、そこに当たって曲がることはあるんですね。また山上容疑者が事件で使用した手製の銃について、一度に6個の弾丸を発射する仕組みであったと山上容疑者本人が明かしました。散弾銃のような構造と見られていて、金属製の筒を2本束ね、木製の板やテープで固定、筒にはカプセルのようなものが入っており、カプセルの中に6個の弾丸を込めることが可能だったとのことです。一度の発射で1本の筒から6個の弾丸が飛び出るような仕組みですね。確かに弾痕と見られる穴が現場の看板部分に複数確認されていて、これらは流れ弾の可能性が高いとのことです。ただそれだと全部で12発発射されることになるんですね。なんで全てね、安倍さんに命中したのかってみんな疑問に思ったんですね。周りにはね、すごい近いところに警備の方がいて、あの選挙関係者の方もちらほらいたじゃないですか。なんで全て安倍さんにだけ命中したのか、まあ、山上容疑者が相当ね、命中率がよく当てることができたのかって、まあ、どうなんでしょう。そこら辺みんなの意見聞かせてください。またこの銃弾の軌道について、別の場所から誰か違う人物がタイミングよく安倍元首相を狙って撃ったんじゃないかと、前方のビルの屋上に狙撃犯がいたんじゃないかなどね、事件当日の陰謀論も浮上していますが、まあいろいろあるじゃないですか。血があまり出てないとか、変なチューブがあったとか、スナイパーがいたとか、まあそういったね、陰謀論はちょっと証拠不十分なので、ここでは語らないで、あの僕のオンラインサロンの方で語りたいと思います。オンラインサロンについてですけど、本当皆さん感謝しています。あの本当にね、サロンがなかったらこういった動画も今現段階では作れないので、マジで感謝です。まだ入ってなくて気になっている方はぜひね、今回の件でチェックしてみてください。話を戻すと、演説会のスケジュールは自民党公式サイトの演説会情報を見れば、自民と幹部の演説予定が掲載されていました。関連は不明ですが、ある報道によると、奈良県以外の参議院の立候補者の事務所に不審な電話があり、電話の相手は安倍元首相が遊説する場所などについて尋ねてきたため、不審に思った関係者が理由を聞いたところ、電話が切れたとのことです。まあ、これが本当だったらかなり怪しいことになりますよね。山上容疑者によると、前日の7日の早朝に宗教団体の施設を撃ったと供述していて、そこは旧統一教会の関連施設があった奈良県市内の場所だったそうです。また当日の警備計画について、奈良県警に警護要請が直前に入ったこともあり、前日の7日に急ぎ計画書が作られ、奈良県警本部長は当日の朝に計画書を承認したとのことです。ただ今回事件が起きた場所は、これまでも選挙遊説がよく使用されていた場所だったのことで、警護員もよくね、立地を理解していたそうなんですね。元警視庁警備部特殊部隊 SAT の伊藤浩一さんは、現場には警備本部が見当たらないが、安倍元首相は警察庁指定の警護対象者で、本来ならそんなことはありえないと語っています。伊藤氏によると、通常は警備本部が必ず現場に立ち、警察署長がトップとなって警護体制を組むとのことなんですが、事件当日は警備本部を作るための車両が現場にはなく、また制服を着ている警察署長の姿もなかったとのことです。前日に決まった演説についてなんですけど、こういったことはよくあるそうで、警察はこういった突発的な対応には慣れているんですね。人員の招集や現場の整理について、なので今回はね、警備観点から見ると、やはりね、今回の警備体制は警備を軽視していたと指摘せざるを得ない状況だったようです。手製の銃に演説場所の手薄な警備体制、容疑者の動機、果たして今回の事件は単純に不運が重なって起きてしまった事件だったんでしょうか。
ょうか。事件の前日7月8日午前7時19分に犯行予告のような書き込みが5チャンネルに投稿されたことが判明しました。5チャンネルに7月6日に立てられたスレッドで、銃撃の4時間ほど前にこんな書き込みがありました。本日金曜日、某所でまあまあ大きな出来事が起こる。そのことが特定の党にとって大きな追い風となる。追い風は弱まることなく投開票日に突入する。そんなような夢を見た。この投稿が山上容疑者本人だったのか、あるいはね、彼の関係者でその犯行を事前に知っている人が投稿したのか、まあ真実は分からないんですけど、もし山上容疑者本人だったら、嫌いな相手の党を追い風になるという、そういった表現を多分使わないですね、おそらく。しかもね、判明したことで、まあ彼のね、個人的な動機だったことが判明しましたよね。なのでそういった政治的な話もあまり関わっていない気がするので、まあ本当真実は分からないですよね、これについては。殺人未遂の現行犯で逮捕された山上哲也容疑者。山上容疑者は奈良県警の取り調べに対し、安倍元首相に対して不満があり、殺そうと思って狙ったという供述をしています。そしてその後に報道されたのがこちら。母親が旧統一教会の信者で多額の寄付をして破産した。安倍元首相がつながりがあると思い込んで犯行に及んだ。ここで犯行に及んだ理由として、統一教会、現在の名称は世界平和統一家庭連合とのつながりが浮かび上がりました。この旧統一教会とは、文鮮明という韓国の宗教家によって1954年に創設された新興宗教団体で、日本と韓国を中心に数万人の信者がいると言われています。旧統一教会については後ほど解説するので、ここは一旦山上容疑者の経歴や生い立ちについて。山上容疑者の叔父が長年にわたる詳細な経緯をメディアに語り、今回犯行に至った背景が浮かび上がってきたんですね。山上哲也容疑者41歳は奈良県出身で、幼少期は裕福な家庭で育ちましたが、4歳の時に突然父親の自死により父親を失います。小中学校では勤勉で努力家だった山上容疑者は勉強ができる優等生タイプだったようです。その一方で山上容疑者の母親は夫を失ったことや、その少し前に実の母を亡くしたことにより統一教会に入信し、財産を教会に寄付するようになります。夫の生命保険金5000万を全額寄付したり、1回70万円する先祖の霊を慰める先祖開演式にも4回参加するなど、まるでね、取り憑かれたかのように宗教活動に全てを捧ぎ、韓国にある統一教会の聖地チョンピョンを頻繁に訪れていたようです。母親のジップが建設会社をやっていたこともあり、ジップが亡くなった後には相続した一軒家複数の所有物、また所有していた土地などを全て売却し、先ほどの生命保険金などと合わせると1億円以上を統一教会に注ぎ込んでいたようです。その頃には母親との関係は修復不可能だということでね、叔父に面倒を見てもらっていたんですね、資金面などで。山上は専門学校を中退しますが、海上自衛隊に入隊し、そこで上司とトラブルになってしまい、自衛官専用の下宿で自死を図ってしまいます。一命は取り留めましたが、山上容疑者本人の供述によると、特殊な鑑定環境に置かれる中で小学生時代から漠然とした燃料があったと語っています。またこの時、山上容疑者は自分が加入していた保険の受取人を母親から障害を持つ兄に変更していて、自らの命と引き換えに兄弟に保険金を残したかったようです。その後いくつか資格を取得するんですけど、母親はこの頃には自己破産しており、2015年、さらに山上容疑者をね、苦しめる事件が起きます。障害があった兄が自ら命をです。その後彼は派遣会社に登録しね、京都のね、工場で働いていたらしいんですけど、2012年9月、山上哲也容疑者は統一教会の始祖である文鮮明氏と妻が設立した関連団体天宙平和連合 UPF がオンラインで開いた集会に、 UPF の平和ビジョンにおいて家庭の価値を強調する点を高く評価しますと語るビデオメッセージを見つけます。そこで山上容疑者の中に溜め込まれていたものが爆発します。彼は聴衆でこのように語りました。母親が信者で多額の献金をして破産した。絶対成敗しないといけないと恨んでおり、団体のトップを殺害しようとしたが接触が難しかった。安倍元首相が団体とつながりがあると思って狙った。そして去年の秋頃から YouTube で銃の作り方などをリサーチして勉強していたそうです。そして今年の5月に職場を退職し、襲撃の計画をしていたんですね。そして母親は今も統一教会の会員だそうです。山上容疑者は犯行を実行する直前、旧統一教会に
に批判的なブログを発信していたフリーライターの米本和弘氏に銃撃を示唆する手紙を送っていたことが分かりました。その手紙の中で山上容疑者は母の入信から億を超える金銭の浪費、家庭崩壊、破産、この経過とともに私の10代は過ぎ去りました、その間の経験は私の一生を歪ませ続けたと言って過言ではありません、安倍は本来の敵ではないのです、あくまで現実世界で最も影響力のある統一教会審判なのです、安倍の死がもたらす政治的意味、結果、もはやそれを考える余裕は私にはありません。なのでまあここでも分かる通り、安倍元首相は本来の敵ではないと自覚しておりながらも、もう言っても立ってもいられず犯行に及んだということなんですね。彼の供述は最初から最後まで、ね、一貫しているので、まあ、心神喪失とかそういったことはないと思われているんですけど、その一方で奈良地検は母親や教会への恨みが元総理殺害に結びついた経緯に不可解な点があるとして、刑事責任能力の有無を調べる鑑定留置を裁判所に請求する方針を発表しました。まあでもね、これに対してはまあ陰謀論じゃないですけど、僕もちょっとどうなんだろうって思うところありましたよね。その安倍さんのビデオ一つ見て、まあ、彼がね直接統一教会とのつながりがあるとは思いながらも、本来のその敵である統一教会をねなぜ狙わなかったのか、まあ、そのことについてはね、まあ、後半もうちょっと述べるんですけど、皆さんどう思いますかそれについて。また山上容疑者が使っていたとされるツイッターアカウントの存在が判明し、そのアカウント名はサイレントヒル333にしていたことが分かりました。すでにこちらのアカウントは凍結されていますが、そこには統一教会に対する恨みや母について、また映画ジョーカーについては、ジョーカーという真摯な絶望を汚す奴は許さないなど、またサイレントヒル333というアカウント名についても、サイレントヒルさんはカルト教団をテーマにした物語で、ヒロインは教団をめぐる因縁を断ち切るために信者と戦うという設定のため、まあおそらくこのゲームに個人的な思い入れがあったんでしょうね。ちなみにこういった陰謀情報であったり、何か検索するシークレットモードを使っていたとしても、光ファイバーとかのネットプロバイダーはみんながどのサイトを見たかって全部わかっちゃうって知ってました。そのみんなの情報がその後どうなって誰の手に渡ってしまうのかさえもわからない。広告主にその情報を売ることが合法な国や法律でみんなの履歴を保存することが取り決められ、政府が見たい時に見れちゃう国家だってあるんです。ぶっちゃけ怖いですよね。自分がこういった陰謀的な情報を調べていると、ある意味ね向こうからも目をつけられていると。そこでネット上のアクティビティを隠して誰もアクセスできなくなる方法が実はあるんです。それがエクスプレス VPN。 エクスプレス VPN はネット上に暗号化されたサーバーを構築して、その仮想サーバーを通ることでトラフィックを 100% シャッフルしてくれるから、プライベートのままネットにアクセスすることができるんです。しかもエクスプレス VPN は世界各国に置かれている仮想サーバーを経由してオンライン上のロケーションを変更することができるので、特定の国でしか閲覧できないようなサイトや日本では見れない何千もの映画とかにもアクセスすることができるんです。例えばエクスプレス VPN でね、国をアメリカとかカナダとか、まあ、どこにもね変更して、ネットフリックスとかで日本では見れないものを海外の経由して見れるということです。今回特別エクスプレス VPN さんが僕に案件をくださり、こんなやばい動画をね作ることができました。僕みたいにネット上でいろんなリサーチをする方や、もっとねいろんな映画とかコンテンツを見たい方は、このエクスプレス VPN チェックしてみてはいかがでしょうか。今回エクスプレス VPN では僕のリンクを使うと3ヶ月無料キャンペーンがあるので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。では話を戻しますが、事件が起きた7月8日テレビ報道では、特定の宗教団体に恨みがあり、その宗教団体との関係がある安倍元首相を狙ったという山上容疑者の供述が報道されました。ここではねどういった理由があったのか分かりませんが、最初は宗教団体の名前は公表されていませんでしたよね。その後その宗教団体は旧統一教会、世界平和統一家庭連合であるということが報道されます。そこから世間は一気にこの宗教団体に注目し始めましたよね。そもそも彼らはどういった組織なのか、何を実際して日本と関わりを持っているのか、そういったところを話していきたいと思いますが、それは次回の動画にします。次回の動画つっても多分明日か明後日すぐにアップしますね。はい、ぜひ次回も楽しみにしてください。そしてね、前編ここまでの回で何か皆さんの意見があったら、ぜひコメント欄に書いていってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。